사실 일본 팀이 근데 다 어떻게 잘 그러니까 LJA를 잘 안 봤다 보니까 일본 팀들이 다 어떤지 몰라서 그냥 복근호 강갈 때 DFM과 LJA 지방됐어. 그래도 미드 정글이 한국인이라 그나마 미드 정글이 주목될 거라고 생각합니다. 이제 FM은 한국인 이제 정글 서포터인데 저희 팀 이제 정글 미드다 보니까 미드 쪽으로 힘을 주면서 게임을 이겨보도록 하겠습니다. 네, 권영이랑 그 스틸 선수랑 오랫동안 알고 지냈는데 이제 같은 팀도 좀 해왔고 권영이 이제 스틸 선수 이제 플레이 스타일도 좀 알다 보니까 저는 이제 탑에서 정글로 바꾼 거다 보니까 권영이 스틸이 이제 제어에 대한 정보는 별로 없을 거란 말이에요. 그걸 이용해서 한번 지켜보도록 하겠습니다. 그냥 2대0으로 빨리 끝내도록 노력해 보겠습니다. 스틸 부시니 교스케로. 皆様こんばんは。本日は LJL2017 サマースプリットラウンド4 Day 1の模様をお送りいたします。実況を務めますアイズです。解説にはレボルさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、というわけで開幕インタビュー、ブッシュに気をつけろとやはりこう、まあ、もともと一緒のチームでプレーしていたというところもあって、さらにはまあトップからジャングルに、ロールチェンジしましたからね、かなり意識しているようですが、スティール選手はなんかこうしれっとというか冷静に、インタビューのところで語ってたような感じもしましたね。そうですね、一応情報ではチャレンジャーズコリアの2部リーグか何かで同じチームで戦っていたということが情報としては入ってます。さて、本日の試合ですけれども、パッチは 7.11、 パッチは 7.11 にて行われます。グローバル版はございません。それでは LJL2017 サマースプリットラウンド4マッチ1、デトネーションフォーカスミー VS バーニンコア、こちらの試合の模様をお送りいたします。さて、本日のスターターですが、まずはデトネーションフォーカスミーから見ていきましょう。トップパズ、ジャングルタッス、あ、スティールですね、大変失礼いたしました、ミッドセロス、 ADC ユタポン、サポートビビットとなっております。続きまして、バーニングコアのスターターです。トップアカシ、ジャングルメイゼット、ミッドホリス、 ADC ゼロスト、サポートレガトとなっております。さあ、続いて両チーム本日の注目選手です。これは、パズとそしてアカシですね。パズ選手は非常にレーンが強く KDA も高いですね。 CS パーミットが 9.2、 アカシ選手も 7.2 という数字は悪くはないんですが、それを2も上回るというところは本当にレーンの強さといったところで、明らかなものを持っていると。一方、アカシ選手はジャパンを使ったエンゲージでチームにかなり活力を与えていましたから、うん、バーニングコアこう上昇のきっかけとなるプレイヤーでもあるのかなというところで、アカシ選手に注目していますね。なるほど。どちらもジャーマンを使いますが、やはりパズ選手としの印象としてはフィオラの印象は強いですよね。彼のデータを調べてみたんですが、10分の時点で、ゴールドを常に相手よりも100ゴールド以上獲得している、最大だと500ゴールド近く連で10分の時点でもアドバンテージ作っているというような試合もあるんですよね。平均すると大体10分の時点で180ゴールド有利を作っているというところで、非常に連戦に長けたプレイヤーということだと思いますね。180ゴールドってでもこうどれぐらいすごいんでしょうか。そうですね、まあ、平均ですから数値としては鳴らされていますが、常にレーンのところで負けないというところは本当に素晴らしいポイントだと思います。味方のジャングラーからすると視界の確保さえしていれば絶対にトップレーンは壊れない。あ、確かに。そういった安定性を持っているということです。さらにはフィオラのようなチャンピオンの場合だと序盤レーニング厳しい、そんな中でも勝っているというところで、かなり安心してフィオラというようなもう他のスプリットプッシャーのチャンピオンを構成に組み込めますよね。まあ、バンをしないとということにもつながってくると。
ただ彼はスプリットプッシャー一辺倒ではなく、ジャバンのようなエンゲージ集団戦に向けたチャンピオンもできます。グラガスも使っていましたからね、かなりチャンピオンプール、そしてプレイスタイルとしても幅が広いのかなという感じがしますね。なるほど、そのトップレーンの、まあ、プレイスタイルがこの試合には影響出てくるということですが、それではスタートしたので見ていきましょう。今回デトネーションフォーカスミーが、選択権持っていたんですが、レッドサイドを選択しています。そしてバーニングコアはブルーサイドです。そしてバーニングコアとしてはコーチの変更がありました。ホープオブネーション、この方あのフランス人だそうで、レボルさん、あの日本語と英語とフランス語が喋れるそうですよ。すごいですね、はい、そして6割方、日本語でチーム内ではコミュニケーションを取るということなんですが、あのこう見えて実はかなりのシャイボーイという情報がですねあります。なんかフランスの方というとなんかこう陽気というかそういう印象がありましたが、おっと2打リーバン、そうですね2打リーバンですね。まあドラフト進んでるんで見ていきましょうか。ちょっと面白いですね、タムケンチ、シンドラ、アイバーン、2打リー、そしてバルスという形で続いてます。アイバーンの番というのはフォーカスミスティール選手がそういったサポートタイプのジャングル非常に得意としていますから、さらにはユタポン選手を守るというところで、かなりマッチしたチャンピオンになってます。警戒の番としては、まあ、かなり頷ける部分はあるんですが、タムケンチというのが少し意外ですね。おお、どういった点で。いや、ビビット選手となるとスレッシュの印象がかなり、まあ、前回の試合でスレッシュであれだけ味方を助けていましたし、彼の場合だと助けるプレーだけでなく起点となるような仕掛けのプレーも可能ですから、スレッシュを優先してバーンするのかなと思ったんですが、ということは取るのかなと思いましたが、ラストバーンはデトネーションフォーカスミリーシンでファーストピックザック、そしてガリオも空いてますね。これガリオスレッシュって返したらどうなんでしょう。かなり強力なピックになると思いますが、ただ返さないですかね。ちなみにザックですね、ここまで 100% バンピックには LJL 出ています。18回バン、そしてピックが3回です。これで4回目になるわけですが、ただ一度も勝てていないというのがザックというチャンピオンです。おー、ぬぬ、ちょっと面白いですね。スレッシュ、ただここはケイトを取ります。そしてここミントのところでガリオをピックしてというところがバーニングコアとしては取らざるを得ないと思いますね。というのも相手にすでにケイトリンがいますから、まあ、ガリオケイトリンという組み合わせは非常に強力、集団戦のところで、ケイトリン近づけなくなりますからね。おお、サポートもあるかな、カウンターですね。なるほど、ただガリオをバーニングコアとしてはあまり取りたくないんじゃないですかね。こうホリスのスノーボールを意識することを考えると、バーニングコアとしてはホリス選手にミッドガリオというのは使わせたくないですよね。となると明石選手が使うのかとなると、ただトップレーンのガリオというのはカウンターのチャンピオンが多数存在しますから非常にピックしづらいですよね。例えば今流行ってるジャーバンとかがまさにそうですか。さらにはクレッドといったところもカウンターの候補になってくると思いますね。あとパズであればフィオラなんかもありますね。十分可能性としては考えられますよね。さあそれに対してアッシュモルガナという形を取ってからガリオを選択するのはデトネーションフォーカスミー。モルガナはちなみにカウンターだっていうレボルさん話ありましたけれども、そうですね、スレッシュのフックに対して、まあ、ブラックシールド見てから反応すれば相手の一つ起点を潰せるというのと、まあ、W による、ウェーブクリアの補助といったところもあって押し込める、さらには、まあ、ロングレンジのスネア非常に強力、当たれば 2.5 秒でしたか、はい、かなり長い CC を持っているので、そういったところで、まあ、スレッシュに対してカウンターとしてピックされることが多かったですが、今シーズンは初めてですか ね。NLCS の方で得意なプレイヤーが一応何度かピックしていましたが、なるほど。さあそしてバンフェーズ2、カシオペアをバンしてシェンという形を続けていますが、今カシオペアがかなり評価が上がってきてますよね。ミッドのピックでカシオペアピック、まあ、カウンターピックのようなチャンピオンが今のメタだとあまりいない。ガリオに対してさえ勝てるようなそういった連動強さを持っていますから、かなり、まあ、ホットなチャンピオンになっていると言えるかなという感じがしますね。おお、そしてルシアンバン、これミッドルシアンケアですよね。そうなりますね。ガリオに対してルシアンを当てられると苦しいという判断ですかね。そしてラストバーンは懸念、フィオラオープンの状況です。ただフィオラとなるとさすがにちょっとパースパイクが遅すぎますかね。
なのでレネクのパスパイクの速い連戦からトップサイドからプレッシャーかけられるチャンピオンを選択しましたね。さあ残しているのはジャングラーのみですが、バーニングコアここで出すのはトップとミッドになるでしょうか。明石選手は前回ジャーバンで非常にいいプレー見せていましたから、まあ、ジャーバンこれもフォーカスミーとしては明石選手がジャーバンピックすることも読んだ上でレネクトンを当てたような印象があります。マッチアップ的にはレネクトンの方が連戦、強力ですからジャーバンに対してアドバンテージが取れるというところで、プレッシャーをかけていきましたが、それでもジャーバンをピックしましたね。ただ20分を過ぎれば徐々にですけれども、こうジャーバンが勝っていくようなシーンというのも出ますよね。そうなりますね。やはりスケールという点ではレネクトンはどうしても中盤以降落ちていく、チャンピオンですからね。一方でジャーバンは、まあ、ガーゴイルソンプレート3つ目まで完成すれば対等にレネクトンに対して1対1のところでやり合える可能性が出てくるというところですね。おそうですよね。ホリスに対してゼドを今までどのチームも当てていたんですが、オープンですから。ただ一方でエリスもオープンですからね。スティール選手の得意チャンピオン、セロ選手はガリオで非常にいいプレー見せていました。ちょっと今回、ミッドガリオだと思うんですが、セロ選手のビルドというところも一つ注目のポイントではありますがそれ毎回じゃないですか。ただガリオの際はなんか今まで見たことのないようなビルドだったので、やはり未だにこう印象に強く残ってますね。ただ対面ゼロですからね、アームガードなんていくのも考えられそうですけど、まあまあまあ構成としては出揃いました。どう見てますか。バーニングコアとしてはもう敵のバックラインに飛び込んでいく構成、かなり積極的にエンゲージを仕掛けていく構成になっていると思います。一方のデトネーションフォーカスミニの構成としては、まあ、ケイトリンを中心としたプロテクト AD キャリーというような構成ですね。ですから、まあ、いかにユタポン選手を守るのか、さらにはユタポン選手が使うケイトリンがパースパイクを迎える、まあ、今の段階だと、まあ25分前後になると思います。インフィニティエッジとスタティックシブが完成するまでどうやって、まあ、パズ選手やスティール選手、さらにはセロ選手、この3名がゲームを長引かせていくのかというところがポイントだと思いますね。あなるほど。プロテクト AD キャリーだとこう集団戦でレネクトンって何するんだろうなっていうイメージがあったわけなんですが、その時間まで耐えるための要素としてピックしていると、そういったポイントの方が大きいと思いますね。もちろん集団戦ではケイトリンが出すダメージは物理ダメージです。そしてレネクトンはフューリーを E に使えば相手のアーマーを削ることができるので、ケイトリンのダメージを底上げできるというポイントでシナジーは十分ありますが、守るというところに関してはレネクトンちょっと長けてはいないですよね。強力単体のスタンしか持っていませんから、この場合だとザック、そしてジャーバン、そしてゼド3名が飛び込んでくるのほぼほぼ確定の中で、レネクトン1人でこれを対処するのはまず難しいですから、まあ、対処をどのチャンピオンが一番危険なのかを選びながら、さらにはまあフューリーを使った E でアーマーを削ってケイトリンのダメージを底上げしていくというところが集団戦の役割になると思いますね。またしてもこう先週素晴らしいプレーを見せたビビットのスレッシュがディスエンゲージできるのかと、非常に重要だと思いますね。ただし今回モルガナのブラックシールドを受けたザックやジャーバンといったところが考えられますか。ちょっとディスエンゲージ難しくなるかもしれないですね。なるほど。さあ始まりました LGL2017 サマースプリットラウンド4、デトネーションフォーカスミー VS バーニングコアのゲーム1スタートです。確かにブラックシールドのついたザックが来たら撃ち落としようがないですね。どうしようもないですよね。あこういう演出確かフェイカーっていう選手が昨年の WCS のオープニングムービーでしたか、はい、で行っていたモーションですよね。まあ、ああいった王者のようなプレイヤーといってももういいでしょうからね。そうですね。さあゼロストのデトネーションフォーカス目相手の戦いに期待だと。フルス対決はこれで2度目、そうですね、になりますよね。ミニオンが出撃しましたあとはまあ、選手のスタッフ、セッティングの時にビビットがちょっとゼロストと会話をしてたのを聞いたんですけどゼロスト頑張ってお前ならできるってこうビビットがゼロストに声をかけていたと応援してるのかプレッシャーをかけてるのか両方でしょうね。さあ入りに行きましたね。ちょっと面白い動きです。3名で入りましたね。これスティールしましたね。かなり取りましたね。というよりも小さいラプター全て取りましたよ。その間にスティール選手は赤バフからスタート。これ敵のレッドバフへの侵入というところもフォーカスミー選択としては考えられますね。もしくはブルーバフへ行きますか。ブルーバフへ入っていく動きを
してますね。さあフーウルウィンではデトネーションアカスミ 69% バーニングは 31% という状況です。これメイゼットとしてはかなりジャングル遅れますよね。遅れますね。さらにウルフ借りましたがウルフだけではレベルになれないんですよね。いや追い出されます。ここでジャーバンがカバーに入る動きをすると多くの経験値を失う形になりますから、トップレーナーもミッドレーナーも動けないですね。いやさらにはレーンを押し込んでますね。ミッドとトップレーンカバーしに行きたいですが行けない状況を作られているのはバーニンコア。グロンプまで勝ってボットレーンのマッチアップのところで少し不利、サポートのマッチアップでやはりレガト選手が使うモリガナの方がいい、まあ、マッチアップ的に有利作れますし、さらには先ほど言ったポン選手とビビット選手はラプターに侵入するというところでレーンの到達が遅れるような動きしましたからね、バーニンコアはしっかりとボットサイドのアドバンテージ作っています。となると赤バフへの侵入はフォーカスミとしては難しいですね。さあトップレーンへのダイブセットアップいきなりしているレベル3ですか。さあスティール入ってパズから仕掛けるか。さあスタンからコクーン CC チェインを完璧に合わせていますが明石もうまい。ただそれでも雲の糸で追撃しています。フラッシュアウターフラッシュインで追撃やれると判断、スティールがワーストブラッド。さらには大量のミニオンウェーブが今トップレーン到達しますから、ファーストブラッドだけでなくミニオンのロス経験値の面でもかなり明石選手苦しくなりますね。いや明石の逃げ方も素晴らしかった。おっと視界は ありましたね。ありましたね。予測打ちですけれども完璧な予測打ちですね。ボットプッシュしてから敵のブルーバフへワードを置くという動きをレガト選手行ってましたね。さあただしこれでスティールにファーストブラッド、さらにはメイゼットのジャングルがかなり遅れているというのも特徴としてはあります。バーニングコアとしてはどこから作っていくべきでしょうか。鍵となるのはボットレーン、マッチアップ的に有利、さらにはレーンのコントロールも取れているというところ、レベル6のパースパイクも強力なチャンピオン揃っていますからボットレーンからというのがバーニングコア考えやすいかなと思いますね。さあそのボットレーンゼロスト自分が何とかしないと、そうコメントしていましたがこの試合では特にその思い強いでしょうからね。こういったところで、まあ、敵の体力を削っておきながらレベル6で起点となって仕掛けていくという動きができるとバニンコはボットサイドからゲームを動かすことが可能になりますね。ただしあのデトネーションフォーカスミーとしてもスレッシュがいるわけですからガンクという意味ではかなりセットアップ強いですよね。そうなりますね。さらにエリスというチャンピオンも、まあ、この序盤5分までのところでいうと最強のジャングラーといってもいいポテンシャルを持ってますからさらにファーストブラッドも取っているということで、まあ、どのレーンに対してもフォーカスミーはガンクのプレッシャー作り出せますよね。さあコントロールワードミッドレーン周辺特にこの一番デトネーションフォーカスミーに聞くとですねセロスが一番変わったんだよとやはりコメントが今週もありましたね。最近何が一番変わったんですかっていうことをさらに聞いたらですねあの今まではセロスはいじる存在であっていじられる存在ではなかったとチーム内メイトで、はい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 、今はいじられる存在になったと。お、仕掛けました。コメントしましたね。さあきっちりスライムジャンプから飛んで入ってくるところを狙い撃ちブッシュに気をつけろよその名の通りメイゼットが決めてホリスのキルになります。素晴らしい有言実行ですね。いや狙い通りですよね。完璧でしたね。これでホリス選手に1キル入りましたしかなりミッドレーン楽になりますよね。さらにはこれでスティール選手のアグレッシブなワーディング的なジャングルへの侵入といったところが行いづらくなる可能性というところも生まれてきましたね。これデトネーションフォーカスミーの狙いをメイゼットがかなりくじいたと。そう言えると思いますね。さらにはトップレーン届くんですよね。追加ダメージこそ入りませんでしたがそれでもノックバックというか引き寄せられますからね。強力な CC ですよね。さあこうなるとグローバルゴールドではただ800ゴールドもうすでにかなりの差がついています。トップレーンですか。やはり、まあ、経験的な部分でパズ選手がアドバンテージに行ってますからね。今すでにレベル6赤井選手はまだこのクリップ取ってようやくレベル6ですからね。そしてトップレーンへまたしてもスティールが入ります。先ほどブッシュの中から食らったんですがコントロールワードを置いて入りに行きます。
同じ鉄は二度踏まないということですかね。そうなんですね。ただししっかりと明石選手も低い位置にワードを置いて鈴木選手の動きを警戒しますね。さあただそろそろこれでボットレーンへ仕掛けれるような時間帯にも突入しつつありますよ。大体8分から9分あたりが、まあ、ボットレーンレベル6になる目安だと思います。そのタイミングで仕掛けられそうですね。メイゼッツ選手もファーム順調にできてますからね。スタートこそ、まあ、荒らされたもののというようなメイゼット、ここまで素晴らしいジャングルルートを選択しています。ただここからバフの管理に入ります。ホリスは警戒している。ものすごいダメージだ。入ってさあデスロートどうする。ここは雲の糸でうまくスティールは逃げました。さあそこに明石、ただし英雄降臨、さらにビビットまで来ています。デトネーションフォーカスミ、ここに4人いる。ブルーバフを取るために4人かけました。スティール成功はデトネーションフォーカスミ。ホリス選手にそれだけブルーバフを渡したくなかった。さらにはジャングルのコントロールを、トップサイドのところかなりワードを置いてますよね。これによってブルーバフのコントロールだけでなくパズ選手のレーンのところでアドバンテージを非常に作りやすい形にしているという狙いですね。死の刻印でしたね。デスロータスはカタリナのアルテム。そうですね。いないチャンピオンがいるという。いやーちょっと明石苦しいですよね。これだけ狙われるとこれどうしようもないですね。これだけワードも置かれてしまっていますから、例えばカウンターでメイゼッツ選手がトップサイドのポジションを取ったとしてもそのタイミングでフォーカス目は仕掛けてこないですからね。代わりにボットサイドを取りたいのかなという印象もありますが、ただ立て続けにトップサイドずっとプレッシャーを受けてしまっていますからね。ここ本来であればワード置いたりして仕掛けるタイミングなんですが、ようやくレベル6になってようやく仕掛けていけるような構成でもありましたから、それもあってバニンコアとしてはボットサイドから逆に仕掛けていくという展開が作れませんでしたね。さあこの10分の時点でのレーンの強さ、これがパズの強さなんですよね。ただすでにもう39 CSR これはもちろんスティール選手の、まあ、補助があってこそではありますが、マッチアップ的には有利ではあるんですが、それでも確実に有利作るというところが素晴らしいですよね。さあもうすでに1レベル差もつけている状況です。そしてやはりバーニンコはボットサイドに仕掛けたいという意図の動きかなりしています。カウンターを受けないようにディープワードを前ですね置きましたね。ただデトネーションオーカスミも下がってますか。ボットレーン仕掛けてくるタイミングだろうというところで少し引き気味、さらにワードも警戒してますね。明石選手がテレポートで入ってくるところの動きを警戒する動きですね。そしてデトネーションオーカスミとしては狙いレネクトンが勝つと、パズが勝つという狙いは達成したわけですが、ここからの展開としてはどう作り上げていくんでしょうか。トップレーンに対して、まあ、同じような今のような形でパズ選手がプレッシャーをかけつつ、さらにはミッドへのダイブ、トップを押し切ってからミッドへの動きというところも考えていくのか、それとも明石選手にテレポートさせないようにプレッシャーをかけ続けるのか、どちらを取るかですね。後者を取るのであればゆっくりとしたゲーム展開、前者の動きを取るのであればかなりスノーボールを狙っていくという形になると思いますね。ミッドへの動きをするかどうかでフォーカスミの狙いが分かってくると思いますね。どうだ、ここで仕掛ける決戦場、ただしここで英雄降臨。さあノックアップが入っている。ホリスはさらにはタウント状態です。体力はもうありません。うまく正義の鉄槌はフラッシュアウトで避けますが、スティールがここにカバーに入っていました。バニンコアとしてはトップサイドのこのプレッシャーを取り返したい、さらにキルを持ってヨウムが完成しているホリス選手を生かして取り返したいわけですが、ガリオがカウンターとして、機能しましたね。いやー英雄降臨というよりもセロス降臨というべきですかね。今のはね、降臨してほしくなかったでしょうね。セロス選手が来なければキルホリス選手は取れていたというような状況でしたからね。いやさらにはリフトヘラルド、トップサイドを徹底的に潰しに行きます。デトネーションオカスミ、もうすでにパズ選手ブラッククリーバーが完成しましたよ。一方で明石選手は厳しいですね。忍者旅とロングソード2つですからね。かなりの装備差がありますよね。となると、まあ、ここを生かしてトップ、そしてミッド、さらには、まあ、今取ったスティール選手が取ったリッドヘラルドのバフを生かして、タワーのアドバンテージを広げていくという展開が考えられますよね。
まあミッドレーンですかねだと思いますね。ゼドはこういった押し込められた状況でのウェーブクリアを苦手としているチャンピオンですからね、リフトヒャルドに対して一人で対処するというのは難しいですね。さあボットサイドで仕掛けるのかバーニングか、それともトップサイドのカウンターを取るのか。トップサイドに明石スティールが、ただここになんか常にいるような印象を受けます。一方で明哲選手はボットサイド仕掛けていきたいんですが、トップサイドにスティール選手がいることが分かっていますからね。であるならばカウンターでボットレーンで動かしていくというところが定石ではあるのですが、視界が取りきれないですね。ポリスもこう動きたそうにミッドレーンから離れてますよね。さあ仕掛けたボットサイド、スティールがダイブです。これはパズからまずはタワーダメージを持ってコクーンから、またしてもシーシチェン一瞬でな、ただここにホリスを読んでいました。さあ死のコクーン、ただそれを見てからと雲の糸を先ほどと同じ流れ、キルはでー、シュルケンは避けている。1キル獲得、デトネーションフォーカスミ。ここで1キルホリス選手取れていればかなり楽にはなるんですが、羊毛完成していますし十分ダメージ出る時間帯になってますからね。ただ取れていないことによってバニングコアとしては何も得られていないという状況が続いてますね。一方フォーカスミーはゴールドを集めることができますね。さらにはフレイクから魂の牢獄、ボットレーンで仕掛けたのデノネーションをかすみ、さらにはダブルテレポートで来ている。さあランタンに乗って前に出ていく、さらにはフックを決めている。さあレガトが捕まってトラップを避けながらですが、いやフレイでトラップに強引に踏まされてしまう。1キル獲得、デトネーションフォーカスミー。今のを見てもバニングコアとしてはボットレーン仕掛ける性能が非常に高い構成なんですが、2人だけで仕掛けてしまっているというところでかなりゲームの展開苦しんでいるのかなということがうかがえますね。かなりトップレーンでプレッシャーを受けてしまっている明石選手をフォローアップするためにコストを抑えてしまい、勝っているはずのボットレーンに対して全くアクションを起こせていないので、この段階で全くゴールデンアドバンテージを取り返すとか、あとはボットレーンスノーボールさせるというような動き、ゲームを勝つための動きというのが行えていないですね。どうするべきだったんでしょう。狙いとしてはやはりホリス選手がボットサイドへロームするようなそういった動きを繰り返していきたかったですね。彼はまあかなりトップレーンのところでここまで3度ほどトップサイドでアクションを起こしていますが、 その3度のうち、まあ、1度は良かったんですが、 それ以降はもうボットサイドの視界のコントロールであったりアクションであったりといったところに力を注いだ方が良かったと思いますね。あとこの試合ちょっと印象的なのがスティールってここまでアグレッシブというか、そういったジャングルスタイル、ジャングラーとしてのスタイルではなかった印象はあったんですが、敵のジャングルにワードを置き続けるというところはまあ、ほぼ全ての試合で徹底していましたが、ここまでガンクもしくは少数戦を行うというところはかなり珍しいですよね。まあ、それだけパズ選手が勝っているからこそ仕掛けやすいというところはありそうですね。さあそしてリフトフェラルドの瞳まだ持っているのはスティール。さあドラゴンを触っていますが、ここにアロー、そしてビビットが当たりました。タウントでこれ時間稼いでいるのはセロス。さあドラゴン獲得はデトネーションフォーカスミー、そこにホリスが仕掛けていきますが英雄降臨で時間を作られる。さあノックアップはツーマン入っていますが、スティールがローライフ、それを狙っていきたい。さあゼロストが体力満タン、ま、前に出てダメージ出せるかと思ったらトラップだ。さあそしてユダボンが1キル獲得、前に出ていくらユダボンレッドバフを持っている、強気だ。素手を見てさらにフラッシュ強気、まだ前に行く。いや最後はブルーズアイ、ユタボンがダブルゲル、そして逃げ道を封鎖しているのはスティール。さあそこにパズが合流、アルティベットを展開してスタンからのフック、さらには魂の牢獄でたトリプルキルはユタボン。3キル獲得はデトネーションフォーカスミそしてそのままボットセカンドターン、デトネーションフォーカスミが一気にスノーボールしていきましたね。バニングコアとしてはボットサイドの先頭だったので、さらには育っているパズ選手がテレポートない中でのボットサイドの先頭だったので、5対4の状況もしくは4対4の状況でも勝てると踏んで仕掛けたわけですが、フォーカスがうまく合わせられませんでしたね。ユタポン選手のゾーニング、さらにはスキルをいろいろ使った後だったので、かなりフォーカス目の体力削れてはいたんですが、切り返しができませんでしたね。ここステル選手多分ミスしましたね。ミスですか。トリンケットとリフトヘルドの瞳間違えて使ってしまいましたよね。この後のところで
ウタポン選手のゾーニングというところ、さらには罠からの逆転が素晴らしかったですね。1対3なんですが、もうすでにこの時点で堀内選手はゼロソ選手、レガド選手はスキル使った後だったので、どうしようもなかったですね。チームのダブルキック1v3 なんですが、逆襲する術が何もなかったと。そういう形ですね。堀選手の気もなかったですからね。レッドチームのトリプル、ただまあモルガナのスネア、確かに弾速そこまで速いわけではないですが、見てからくらく、うわー、カメラに映ってなかったんですが、ここでキル拾ってたんですね。すごいですね。さらにあのリフトヘラルドを間違った召喚の割にはボッツタワー取れてるんで。そうなんですよね。いやでもあのスタン本当にビビット選手が受けていなければ、リフトヘラルド栄翔中に CC を食らうと栄翔解除されてしまって破棄されてしまいますから、陰ながらのビビット選手の献身的なプレーが光りましたね。さあゲーム時間17分50秒、そろそろ18分に到達そうですが、グローバルゴールド9000ゴールド差、デトネーションホカスミが有利を築いています。さあメイン Z、 もう一度ジャングル内に入ってきたところを仕掛けてスライムパンチからダブルノックアップ、そこにアッシュのアロー、ゼロストが決めていますが、フラッシュアウトはビビット、そしてレッツバウンスだが英雄降臨、スティールは異常に育っている、硬いぞ。さあただしバックラインからのホリス個人技で1キロを拾います。さあこれで 5v4 の展開ですが、それでも体力的にアドバンテージあるのデトネーションホカスミか、それでも仕掛けていくのは明石、シャットダウンを取ったのは明石、フラッシュがないのは分かっていた、ユタポンがダウン、そのままの集団戦ですが、それでもやはりスティールが育っている、レガトがローライフ、パズがきっちり仕留めて、これで 2-3 トレード。いやパズ選手がちょっと集団戦の入る形に迷ってしまって、5対4の状況が続いていて、バニンコはその瞬間一気に仕掛けていった、さらにはやはりザック、こういった集団戦9が当たると本当に強かったんですが、ここまでのゴールド差というところが影響しましたね。フォーカスミーとしては狙っていたと思うんですが、ちょっとリアクションが中途半端になってしまったかなというところですが、しっかりとアドバンテージ渡しませんでしたね。仕掛けてくるとはちょっと思ってなかったようなアクションでしたよね。ザックの位置取りが把握できていなかったような感じでしたね。ザックのを交えた戦闘にもかかわらず、9を食らってしまった味方に寄ってしまって、うん、ザックの9の追加ダメージ、追加のスタンといったところを発生させてしまっていましたからね。それも2回もその動きをしてしまいましたから。だからバーニングコアとしてはああいうシーンを続けていくことが大事ですよね。そうなりますね。一方フォーカスミーとしてはああいった動き、まあ、仕掛けというところをいなして、カウンターを取っていきたいですね。さあここでテレポートを持っている、そして上がっているセロスがボットサイド、これに対応するのは明石になるでしょうか。ただフォーカスミーかなりもうスタティックシブがエタポン選手完成しましたから、パズ選手も育っているということを考えると、まあ、バロンへのプレッシャーといった ところがかなり高いような状況になってますね。さあレッドバフを取りに行きたいんですが、そこには視界がある、そしてスティールがそれを狙っています。メイゼットがこれはカバーして、なんとかブルーバフをゼロストに、レッドバフをゼロストに渡すことには成功します。ちょっとプレッシャー高いですね。かなり高いですね。ミッドのファーストタワー破壊されてしまっていますし、ジャングルの入り口の視界というところもバーニングコアは確保できている状況ではないので、それもあってどうしても先手を取られてしまうというような状況になってますね。さあまたしてもジャングル内入ってくるのはデトネーションカスミ、メイゼットはただ狙っていますが、グループアップできています。バーニンコは仕掛けるタイミングがあるか。さあパズが孤立しているのを見つけたが、このパズも育っている、仕掛けることはできません。レベル13ですからね、バーニンコアの誰よりもパズ選手今レベル高い状況になってますからね。さらにはもうベスト購入できてますから、ちょっと触ってもというような。さあそしてそのホリスワードを壊しているところ、コクーンからフック連鎖、イージーキルにつながります。アンストッパブルはなんとスティール、そしてカバーに来ていたメイゼットも捕まります。ブラックシールドからのフラッシュアウト、メイゼット選手の体力をかなり削ることができましたから、バロンされますね。さあデトネーションカスミ隙がない、
ここはフリーバロンになりそうです。バニコアとしてはこのバロンのところで勝負するのではなくタワーシージに来たところ、今回セロス選手がテレポートを使わずに、そしてそうそうパズ選手がテレポートも上がるという情報を得られていると思いますから、1対1もしくは4-1でフォーカスミがプッシュしてくるだろうという予測の上で、人数が少ないところを狙うのか、もしくは人数の多いところを5人で襲いかかるのかというような集団戦を狙っていくことが考えられますが、ただそれでもやはりまだ難しいですね。相当な装備差がありますからね。そうですよね。かなりの火力というか大ダメージを出してすぐさま人数差を作らないと逆襲されるようなケースですよね。もうこれはただこの場合セロ選手もパズ選手も相当育っている、しかもどちらもタンクであるということを考えると、セロ選手はパズ選手は狙えない、狙う対象するとキテール選手かイザポン選手ということになりますが、まあ、フォーカス面の差が分かっていると思いますが、かなりディフェンシブに彼ら2人が動いてくるということになりますからね。さあこれでオーシャンドレイク2スタック目獲得、デトネーションフォーカスミー。ただしデトネーションフォーカスミーの選択はどうやら1対1やらないようです。1-4のようですね。そんなようですね。ここの4のところにバニコは仕掛けていくのか、それともトップの1に行くのかですが、いやー、やはりダメージ通りません。まあサポートですからね。ただ1対1になりましたよ。あ、なりましたね。そして隠れてますね。一応チャンスではありますよね。ありますね。ただ引いてるんですよね、相当深く。スティール、うわー、とんでもないダメージが入ります。フル AP、 全て魔力が上がる装備になってますからねこれ次はゾニャとか砂時計ですかね。ゾニャの可能性が高そうですか。そしてメイゼット選手が見えてからプッシュすると徹底してますね。さあメイゼットもう一度チャージしてますが、コクンで止まっている。そしてランタンきっちり対応、そしてフックを当てているのはベビットホリス、捕まったがシノコクイン、すぐさま対応でユタポンをフォーカスですが、いやこれは逃げざるを得ない。ユタポンはむしろシノコクインをもらいながら前に出ている。どうなっているんだ。さあそのままアカシが今度はタワーダイブになりましたが、またフックから決まっているぞ。さあここに決戦場ですが、ユタポンがずっとフリー、ダブルキルはユタポン、そのままバックラインに、いや横からこれはパスが入っています。タワーダイブが非常に長い集団戦ですが、デトネーションフォーカスミーノーデッドで3キル、そのまま4キルにつなげます。ダブルキルはパズ。非常にスムーズでしたね。よりも早かったですし、ユタポン選手が狙われた瞬間にすぐさまセロス選手がアルティメットを使ってダメージを軽減していました。ただそんな中でユタポン選手が前にフラッシュしていくとはちょっと予測できませんでしたがただそれが特徴のプレイヤーでもありますからね。さあネクサスタワー2本、隙はないのか。デトネーションフォーカスミー、スリーマンタウント、いやここはゼロスター避けています。ただしもうネクサスが完全にあらわ、スティールはずっとネクサスを殴っています。なんとか1キル拾いたいバーニンコアですが、拾うことはできません。そのままネクサスを追ってゲーム1勝利したのはデトネーションフォーカスミーとなりました。バーニングコアとしては、まあ、オブジェクトは1つも取れませんでしたし、まあ、ゲームの展開としてもトップレーンからかなり崩されてしまって、強みであるボットレーンのエンゲージというところが徹底できませんでしたよね。まあ、そういったところ自分たちの構成に合った動きが次の試合できるかどうか。一方フォーカスミはかなり強力、隙がないですからね。そして今回レッドサイドを彼らが選んだというところも気にかかるポイントですから、まあ、次の試合ちょっと楽しみですね。ただレッドサイドでラストピックがジャングルだった、こうミッドレーンにカウンター当てたいからレッドサイドなのかなという印象は正直ありましたが、多分ガリオをバーニングコアとしては使いたくない、ピックホリス選手にさせたくないというところを意識して、わざとレッドサイドでガリオを開けるピックをしたのかなという感じがしますね。レッドサイドを相手に取られてしまうと、まあ、相手側がガリオをバーンしますからね。ガリオというチャンピオンをうまく生かしたドラフトを組み立てるために赤サイドからスタートしたということが考えられますね。なるほど。さあその上でゲーム2に行きたいと思いますが、ここで一旦インターバルです。それでは一度失礼いたします。